ボーダーランズ3、続きやっていきたいと思います。はい、バッドバイブレーションっていうクエストミッションになりますね。まあそんな感じで36のクエストになります。なんか前回ここのマルチのとこでエラーが起こりまくってね。爆弾も持って行ってください。念のためです。ほい、よろしく。で、これもか。最初のビーコンを設置してください。オッケー。こっちか。これは死ぬな。なんかやっぱりさ、マルチの方がさ、なかなかラグがすごくてね。ビーコンで三角測量をしてネクロクエイクの震源を突き止めます。オッケー。なんか何回も連続で死んじゃったりとか意味わかんない状況が続いてて。点が3つなければ三角形はできません。スパーローいいから三角形の形くらい知ってる。三角形は最高だ。はあ、そうじゃないだろうスパロー。このまま揺れが収まらなきゃ。みんな死ぬぞ。関係ないね三角形。まあ行こう。まあ、そんなんで、ID 名前がさ、漢字の人とはすっごいなんか相性悪くてね、カクカクカクになっちゃってね。ここか。入っていけるこれ。あ、無理か。多分ここよね。よし、こう。よし、リスポンス地点設定。うわ、すごい幻想的。でも体にめっちゃ悪そうだぞ。人食いっぽいな。おい、到着。まあ何かはいるわな。ステラ。弱えな。弱。戦いの時間だ。ほら。思ったらやられるぞ。ちょっと止まって。はい、危ない。力が溢れまくってる。よし。で、こっち？ちょっと待って。まあ、ウォーキングで行かないといけないのか。ビーコンの置き場所な。お、なんかチェスト発見。オープン。はい。文明的な何かで、ね、あの形状になってるだけで特に中身は一緒だな。どこもなんかいるぞ。これ何これ。ほら、これが本当の手だ。いい感じ。超は気に入った。やべ、これはやべえやつだ。ふう、なんかもっと出たぞ。まあ、いらないか。チェスト。うん。よし、これ。置くとこ着。うん、よっしゃ。あのお出ましだい。無線の信号が入ってきました。ということは、悪夢のような化け物に食べられずに
ビーコンを設置できたのですね。素晴らしい。スパローがあなたの半分でも動ければ、めっちゃついてきてるんだ。おい、大変だ。で、燃えてない。ははー、軽くしてね。あたしは最強。こいつか。そりゃまあ死ぬよな。下がってな。ねえ、戦ってるとでっかいやつ出てくるのかな。もういいか。マンタ。ほら、もうちょほら。消えろ。伝説の獣たち。オッケーかな。よし、ほいじゃあ行きましょうか。ちょっと次は距離遠いか。ちょっと待って。こっちの方もなんかあるんだろうな、こういうとこもね。あー、ここに。新しいミッション。ちょっと遠回りだけど、あのカットします。ここはここ行って、ここ行って、この辺から再開しようかな。おいじゃまね、マップ埋め行ってきます。はい、近くまで来たけど、なんかすごい感じになってるぞ。ちょっと探索もしたいから、ちょっと入っていってみますけど、クエストと関係ないけど。まあ、後ほど、クエストミッションで来ることになるのかな。まあ、掃除しよう。そんなヤバそうではないのか。オッケー。もっと訓練してから来な。あ、なんかメールが来たぞ。おー、ガーシュ。強えけど、こっちの回復もすごいぞ。じゃん、ちょっと変わったチェストだな。なんかちょっといいってやつだよね。お、何かあるぞ。前回パートのクエストからこれが発動するようになったのかな。エリディアンは神でも悪魔でもなかった。彼らは必要以上の能力を持った種族に過ぎず、その好奇心で壊してはいけない壁を壊してしまった。ああ、彼らは自らの行いによって滅亡する運命だったのかもしれない。いつか燃えるために生い茂る森のように。おい、そんな感じであるんだけど、まだまだこのマップの真下なんかあるよね。そこにはどうやって入っていくのか。で、そろそろあのバッドバイブレーションとは関係ないけども、クエストミッションが発生するとこは来るんで、リスポーン地点。あ、この辺になってくると、そうね、こっちだ。ここでクエスト受けたら、さっきのね、バイブレーション再開しましょう。ここで受注できるみたいだな。ほう、派遣の神、やばそうじゃない？一応ちょっと確認してみようか。これね、36。まあそう難しそうではなさそうだな。じゃあ、あのバッドバイブレーションやっていきましょう。目的地的にはそうね、近いね。じゃあここを行こう。ビーグルマレーファーストトラベルして飛んで、ああ、ローディングないんかいみたいなね。よし、
これは近いぞ。なんかビークルへファストトラベルしたことなかったんで、ということはもっと探索がはかどりそうな気がするな。ファストトラベルポイントとは別に設置して、よいしょ、到着。どこ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 、ここ。また信号が入ってきました。上田野獣。ちょっと逃げよう。残りのビーコンを設置したらしいですね。それでは三角測量をやってみましょう。少々お待ちください。はいはい。クラウス、お前燃えてるぞ。燃えてるって。大丈夫？おーい。集中してるんだから邪魔するなスパロー。よし、そちらに座標を送りますよ。オッケー。はい。じゃん。ネクロクエイクの発生源は地底の感激のようですね。簡単に言えば洞窟です。爆弾で入り口を開けられるかもしれません。思った通りです。早く表示してくれ。あ、来たね。爆弾を設置する。ここじゃいけないな。こうだな。よし、こう。で、ここをぐるっと。で、ここを、ほい、その間こっち開けとくか。いやー、でもこの銃がすごいいい感じだわ。レジンタリーなんだけどね、めっちゃいい感じ。ブーン。飛び降りて OK？ ネクロクエイクはマリワン社の仕業に違いありません。よしこ。奴らの傍若無人もここまでです。その後この星の生き物をすべて絶滅させてやる。そうすればようやく静かに。この星に住む俺たち以外の生き物を皆殺しに従ってるように聞こえるな。ズイラ。おい。確かにそう聞こえたな。伝説は。いい感じ。団結こそ力でもないみたい。まあ一応こっち確認しようか。特にチェストが隠されてるってわけでもないな。おら、ゴー。ちょっと HP 残してコロシブダメージのあれもちょっと稼ぎたいんだよな。力を感じる。OK。まあ気にしなくても、借りまくってればそのうちいけるっしょ、みたいな感じだ。いいかな。これも敵？やべ。さらなる伝説で。この手なら貸してあげるけど。お、なんかチェストが見えるからちょっと登ってってみよう。玉チェスト。プレネル。おおおおお。ああ、もう落としな。オッケー。うん。オッケー。あと一体。飛んでるやつ本当落としいな。まあいいや、拾っとこう。あー、なんか追尾系の銃もなんか1本持っといた方がいいんだよね、きっとね。まだかろうじて今回まだ死んでないからな。まあ、そこ危なくなるわ。はいはいはい。
中を巡ってる。うん、鬱陶しい。ゴー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 。近接当てるとさ、回復率、回復量がアップするとかあるから。あ、まだ500体しか近接で倒してないのか。おっと、びっくりした。OK。おい、次一応こっち行っか。あ、やっぱこういうとこなんかあるんだよな。みんな忘れつつあるが、かつて私たちはエリディアンと共に暮らしていた。互いに対する恐怖はなかった。一方には畏敬の念があり、もう一方にはある種の悲しみがあっただけだ。自分たちの最後を知っているとは一言も言わなかった。運命を変えられるとも。なるほどね。よう分からんけどさ。なるほど、マリワン社の仕業じゃなかったようだ。あれが揺れを起こしていたんだな。つまりスパローの物っぷりが引き起こした偶然の出来事だ。え、なんだって。あいつのことは。ほい、どうぞ。さっきの爆弾はまだ残っていますか。よし。おーいしょ。はい、どうぞ。え、どこ？中に何かあんの？あー、この下ね。言われる前に乗ってるよ。楽しくなんかない。よし。あとこれで、あとはもうファーストトラベルで OK かな。ね、いろいろ探索のしがいあるするとこあるけど。まあでもいい機会だ。とりあえずここ、あの、報告に行けばいいんだけど、その前にここ行っちゃおう。よし、うん、せっかくだからね、たまにはさ。え、これ壊せんの？あ、いけるか。よっしゃ、行こう。ミッション、サイドミッションとかさ、普通にやっていくよりも、たまにはこういうことをやろう。探索パートってことね。強えぞ。そろそろ週またぎでさ、またゴールドキーもらえそうだから、残りの一本も使い切っちゃおうかなとかね、いろいろ考えたりしてたんだけどね。ワープしような。おい、おい、よし、こ、奥にもいいんだ。よしよしよし、めっちゃ効くな。最高。おい、アクセスよくか。いいんじゃないでしょうか。おい、あとそこか。
ラスト。オッケー。で、またなんかあるぞ。この下か。下はいいわ。よし。なんかいるわ。おいでおいで。オープンオープン。ラッと。もう終わりか。ファンタシスタに出てきそうな敵だよね。なんとかクルセイダーとかこんなやつじゃなかったっけ。デルセイバーとか。当たるか。あー外れた。いい感じ。よし、いい感じ。どうだ、ここ開くのか。開かないか。まだクリア後とかなのかな。よし。まあ、いけないからどうしようもないな。こっちもいけないから。まあ、いいや。とりあえず、戻ります。よし。まあ、今回短いけど、報告してさ。よし。ネクロクエイクは収まった。ボルトハンター、あなたのおかげでみんな死なずに済みそうです。当面はですがミッション終了。経験値も結構美味しいけどレベルは上がらなかったな。でもうメインミッションにナビゲーションが向いてるけど、まあ、今回は短いけどサンクチュアリに飛んでゴールドキー開けちゃおう。そんな感じに思います。あとルートボックスっていうのは、アイテム拾ってなくても、拾ってないアイテムは、自販機に、の中にワープして入ってきて、あ、全部拾ってるか、今回は。よし、じゃあゴールドキー1個開けちゃおう。レジェンダリーなんか出るといいな。よし、行きます。わ、これ1個来たんじゃない？うわ、外れか。もっと。グレネード、まあいっぱいか。よし、じゃあ今回拾ったアイテムチェックしていきましょう。これは更新ないとして、これは2個目はどんなやつか。まあショットガンね。3つ目と4つ目がかぶってるな。ここになんかいい銃があれば、これ良さそうだな。でも結構、かなりスコア下がっちゃうな。まあ、今のですごいのが出たら更新しても良かったかなと思ったけどね。銃の方は更新しなくていいか。今使ってるさ、ブレイクアウトレッドスーツ。これの、ね、レディエーションダメージも結構強いから、なかなか、ね、容量とかは上がるけど、交換がな、なかなかよね。グレネードも店売りのさ、コモンだけど、近接で奪うライフが結構好きだから、まあこのまま保留で。よし、じゃあこの後は、お店に行って、荷物整理して、ちゃんとこの辺、今開けたのを見てチェックしてないから、それ入手して、まあ、装備可能なら装備するし。はい、そんな感じで今回終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。